赤石海峡大橋のアンカーブロックアンカーブロックは、吊り橋のメインケーブルを固定させるための巨大な、コンクリートブロック。アンカレージ、アンカーレージ、アンカーレッジ、兄弟とも言う。アンカーブロックは、メインケーブルの張力を自重で受け止め、地盤に伝達する役割を持つ。このため、アンカーブロックの基礎及びその地盤は強固なもので、なければならない。主刀の方向から、 アンカーブロックへ入るケーブルを大きく下方に曲げる受け台をスプレーサドルというメインケーブルを構成する個々のケーブルはスプレーサドルの主塔側では平行であるのに対し反対側ではスプレーのように分散しアンカーブロック内に設けられたアンカーフレームの異なる部位へそれぞれ接続されるケーブルがサビの発生で腐食しないようアンカーブロック内は湿度管理がなされている 長尾橋の場合、メインケーブルの強大な張力に耐えるためにどうしても巨大になるが、島並海道の来島海峡第三大橋、今治川アンカーブロックは景観を損なわないように、糸山半島の地中に埋め込む配慮がされている。同様に、瀬戸大橋の下津瀬戸大橋下津川のアンカーブロックも、和芝山山腹に埋め込んである。ありがとうございます。